開業4ヶ月目の福永祐一調教師47が早くも重症発生派の後期を迎えた。日曜京都のマーメイド SG3 芝2000メートル16日だ。天球2000目の管理場エーデルブルーメメス5は前日最終オーツで一番人気に押されている。個人的にはやはり川田優雅機種38とのタッグに注目している。 昨年3月に騎手としての引退式を迎えた際に、二人とも大泣きして抱き合っていたのも記憶に新しい。川田騎手福永急車で挑むレースは今回が4戦目となる。過去3戦は2、1、4着。エーデルブルーメの前走で白星を挙げている。果たして今回、調教師としてレース前に指示を出すのだろうか部問かとも思ったが、 今週の立東トレ線で福永氏に聞いてみた。おまかせやね、エーデルブルーメの、騎乗経験もあるし、あれだけのジョッキーやから。前回もうまく乗ってくれていた。調教でどうやったかを伝えるぐらいかな、ほぼ予想した通りの答えだった。かつて JRA だけで2636勝を挙げた名手。可愛がってきた後輩とは心で通じている間柄でもあるのだろう。 前走の勝利時には、こんな感想を口にしていた。ジョッキーが完璧に乗ってくれました。こういう競馬をしてほしい、というレースをしてくれましたね。安心して見ていられました。対する川田騎手も、開業前から、福永優一厩舎がどういう馬作りをしていくのか楽しみです、と気にかけてきた。維新伝心、の二人で挑む初めての重賞。 自ら調教の手綱を取った福永氏曰く、前回よりもいい状態で使える、と仕上がりも良さそうだ。いきなり大仕事をやって乗けるかもしれない、大田直樹。